はい、どうも皆さん、こんにちは。ワイテルズの中村です。ブルークでーす。シャー君でーす。ごめん。失礼させた。ごめん、失礼させた。普通に忘れてるじゃん。本当に普通に忘れてた、今。だよ。そんなことある。いや、なんか、この、ごめん。わ、はい、かるよ、まあね、マイクだからね、いつも。そうそうそう。この順番で見てたよ。俺一番最後かと思って。はい、皆さん、2、1。はい、どうも皆さん、こんにちは。ワイテルズの中村です。ブルークです。シャクンでーす。キリギです。はい、スマルです。キリアンです。はい、ということで、はい、今回は6人揃ってみんなで早押しクイズ。やったー。よっ、6人だよ、これ。さあ、ついに6人。熱すぎる。はい、ということで、まあ、ついに6人揃いまして。あるよ。あります。動画は2本目です。これ3本目ですかね。はい、あった。はい、このワイテルズ6人の中で、はい、まあ、雑学王は誰なのかというのをね、測っていきたいと思います。決めちゃいましょう。なるほど。パチパチ。なるほど。ちょっと勝利ポイントは分かりやすく100ポイントにします。はい、オッケー。はい、5人ずつ100って何。まあ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 、やまあ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 、いきましょう。まあ、問題は簡単な問題ですのでね、まあ、この辺の調子。まあ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 、まあ、5回間違えたら死亡ってことだよね。そうそう、5回間違えたらもう、あの、失格でそれ答えられなくなる。そう、はい、はい、だからポイントないからって適当に答えたらあれ。それでは始めますよ。はい、はい、いいですか。いや、はい、ということで、どうぞゲーム。ちょ、あ、ちょ、もうまだだけ疑ってスタート。きた、きた。なんか邪魔なんできた。なんだこれ。あれ、いや、絶対違うわ。これ絶対違うわ。何これ。全然違ったわ。え、わかった。どういうこと。あーあーあー、なるほど。あー、いや、今俺スマホ逆にした。すげえ。何これ。あ、なんだっけ。あれでしょ。あ、それだ。あー、おー、なるほどね。全然ダブルクここで見えてても言っちゃダメだからね。誰かが書いてほしい。そうだ、そうだ、そうだ。はい、なんだっけ。わかった。うん、あー、そうだ、押しとけばよかった。あー、オッケー。5番目か。あっ、あー、甘い、甘い、ミス問題。甘い、甘かったわ。押さなきゃいけなかった。甘かった。なんか全然わかんない言葉しか出てこない。わかんねえ、なにこれ。なにこれ。なんだよそれ。え、何もわかんねえ。これかな。おー、マジ。すげえ。コストコ。なるほどね。すげえ、格式だな。え、はい、はい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 。おー、はい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 、早いね。あ、それはすごいわ。あー、すごいわ。そっか、格式だな。なんだよ今。50、40、30、20、10これ。なんこれ。え、すごい、ちょうどわかんねえ。なぜ、え、誰誰誰誰、わかんない。フルネームわかんない。一生料理屋かっちゃうんだよ。え、あ、そうだ、それでいいんかい。おい、見ちゃうやん。え、これ、なんか聞いたことあるけど知らないな。知らないし、木だからね、城じゃないからね。いや、わからん。4分の1で答えられさせてある。はい、はい。え、2位か。それ早い。早いな。早ー。それ早いわ。やばい、スマイル強いかもしれんな。お、なんだこれ。待って待って待って。ちょっと待って。どれだどれだ。ググんな、ググんな。わかんない。ググっても負けるぞ。おい、いった。あー、あー、リアオー、リアオーか。リアオー。あれ、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 なんだ、え、鮭キーマでだけど俺に押させろ。鮭だと思った。まあまあ、一番だろ。あ、あ、あれ、くそ。いや、あ、マカオだと思った。くそ。いや、すまん、マカ70だもん。やばい。なに、え、いや、まあ、まあ運転。ああ、まあ、そうだ。言う、言うじゃん。まだ答え途中だから。
すいません。いや、これはいいでしょ。まあまあまあ。うわぁ危ねぇ危ねぇ、うわぁ危ねぇ、点数欲しいです。おぉおぉ、適当に押したね、今。いや、思った質問と違った。やばい、中村。やばい、中村嬉しい。次1位で勝てるぞ。止める。止めろ。止めてくれ。あ？何これ。やったよ。すごい。やった。マジかよ。やられた。止めてくれよ。うわ。やられた。ええー、マジ。ゼロ点なんだけど。イエーイ。ゼロ点。やばい人いた。ね、初めてだから。とまあブレイクこんな感じのゲームです。そうです。はい。わかりました。次は B ランクや。じゃあ B ランクで少し問題のランクを上げてやっていきたいと思います。だけど答え自体難しくないんだけど、多分問題形式がその C は最後まで見れば今も不死鳥って出てくるからフェニックスってわかるんだけど、いやなんか B の場合はあそこの前で止められるから、といえば何でしょうで終わるから、本当にちゃんと知識をちゃんと知らないと答えられない問題が多い。 C はなんか早く答えるか、でも遅最後まで聞けば答えられるけど、いかに早く答えられるかみたいのが C だからね。そうそうそう、 B は普通にナチュラルに知識がねえんだよ。そう、 D はそう、知識がないと答えられないように、その問題文のヒントが少ないから最後まで読んでも答えられないこともある。あれブルックさん、ブルックさんいた？ブルックさん今何点だった？ゼロ点。わあ、ロタ。そういうこともある。まあ、いやまあ感染してる。コツ掴んだよね。コツ掴んだでしょ、もう。一回答えてたもん、ね。じゃあもう始めますか。はい。今と同じルール、100ポイント選手で、はい、20ポイント。で、ペナルティが10ポイント、マイナス10ポイントで終わるかな。2回ミスったら失格ね。失格です。はい、いきます。お手つきマイナス10点なので気をつけて。はい、始まりますよ、スタート。勝ちてー、勝ちたい。だが、待って、ないこれ。あーあー、それか。待ってやったー、これだ。出てこない、出てこなかった。ロルナちゃんと呼んだ、言うなって。何これ？ なんで？ああ、ヒピドリかエミューだと思った。ああ、なるほどね。くそ、あ、知らん、知らん、もう知らん、知らん、知らんって、わからん、わからん、知らん、わからん。ああ、まあ確かに岡山だからね。なるほどね。ああ、あー、2番目なのかーい。ダメだ、俺 ギザが王でしかない。ギザ王だもん。なんだこれは。うわー、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、待って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 。出てこない、ちょっと待って。めっちゃ知ってる、めっちゃ知ってるぞ、この人。めっちゃ知ってる。あ、そうだよ。向井さん、そうなんだわ。知らなすぎる。誰？いや絶対わかんねえよ。え？お、おお、それでええんや。でも銀メダルなの？銀メダルといえばって感じのイメージは。確かに。銀メダルのイメージって失礼じゃないなんか。あ、なんだっけ？あ、それだ。初心ですよこれ。これ絶対シャーク知らないでしょこれ。あ、知ってる。お、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 お。あ、そうだ。知ってた。これ何これ。あれ違った。え？あ、一目惚れか。やる。いいやつ。ハエ抜きだと思った。え？え？ああ。おお。あ、装具なんだ。大好きだね。大好きなんでも。やるね。そう。大文字。そうなの。知らなかった。聞いたことある気がする。めっちゃ読んでるから。誰？わかんない。何これ？別名。え？よだれかけ以外知らないんだけど。じゃない。よだれかけはよだれかけじゃないのか。何？知らん。はい。ああ。あ。これ C やん。C ランクやんこれ。いきなりめっちゃ簡単な。いきなり来るやん。これ C ランクでしょ。ですがかと思った。やばい、歌ってたら2番目になっちゃった。
めっちゃ集中してる。やばい、マサリーチクやわ。当てる。ポイント欲しいな。あれなかった。あー、そこまでいっちゃったな。そうだね、フルが出たらもう勝ちだ。俺2番目かよ。やばい、スマイル勝っちゃうよ。あ、中身取る。1位取る。1位取るだよ。危ないよ。1位取る。え、なにこれ。なにこれ。あー、間違えた。そっちか。あー、あー、そっちか。そっちか。あ、これか。よしよしよし。ぜんざいかゾーニーでめっちゃ迷った今。ゾーニーやつ。ぜんざい。あー、確かに。なになに、これでしょ。なになに、知らない知らない。そんな興味知らないもん。聞いたことない。何それ。その知らないな。ニュースポーツ。やばい、スマイル大手だよ。よし、とりあえずブルック、ブルック一番答えて。ふざけんな。あー、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 いやー、1番なら良い。勝つぞ。決めるしかない。あ、いやなんでだ。あ、もうなんかあれだし。終わった。終わってしまった。ポイントなかった。マジ？ポイントないじゃん、また。やばくね。ポイント欲しい。やばいっすか？マジ？これまずいよ。あざっす。もうめっちゃ集中してた今。そう。はい。じゃあ一回これちょっとあれにする？一正解ポイント。いや、一緒。いらない？いいんじゃん。今まで回答人数3人にする？ああ。回答人数って何？3人。回答人数は3人まで早押しの枠があるってこと。今2人答えられる。うん。いや、ポイントはまあ20。そしたら1問ぐらいできそうじゃないもんけど。じゃあ3にしてみるか、最後。3にしてみる。うん。まあ、ポイントは20、10。30、20、10でもいいよ。それは、いや、それはいい。だって。はい、大好き。ね。OK。じゃあ、とりあえず20、10、10の回答人数3人で。よし。はい。これ、回答者ってこと。サドンデスキルは。ゆっくり考えれる。やります。いきます。用意。そんなことは。スタート。ゆっくり考える。スタートします。用意、スタート。はい。ふん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 。え？あれ？待って。思ってたのと違う。違う。いや、これじゃない。え？ない？え？これじゃない。待って待って。あ？これしかなくね？これしかなくね？何これ？しかなくね？あ、車って書いてあった。何これ？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 これ。え？なんで知らない知らない知らない。これじゃね？なんで？イエーイ。あ、なんか。オレンジャーって上にそれつくんだ。知らなかった。わかりました。わかりますけど。あー、そう。え、あ、ヤかこれ。いや、あーないだ。ダイヤだ、ダイヤ。ダイヤ、ダイヤモンド。最強っていう。なんだっけ。やばい。あー、ミスった。やばい、なんか出てこなかった。なんだっけ。あー、なんで出てこなかったんだろう。あー、それじゃん。一瞬、なんか出てこなかったんだけど。めっちゃ暗記させられたのに。ちょっと、何でしょう。間違える。うわ、あ、ごめん。うわ、全然違ったわ。知らん。普通に頭の中にフランスしか出てこなかった。四大テニスも知らんもん。あ、え、出た。あ、え、出た。なんでだよ。出た。突然のボーナス問題。急に簡単になる。着々とキリアンが着々と点数。いいじゃねえだろこれ。よっしゃ、このまま。えぇ、ー、あ、なんだっけ。待って、なんどこだ。知らないなこれ。はい、すげえ。あー、分かんなかったわ。知らない。あ、分かんねえ。なんだこれ。いや、それでいいんかい。もうね、それでいいんかい。まあ、これだろうな。これでしょうね。点数くださーい。頑張ってください。これ、これでしょう。おい、これでしょう。試合。はい。キリアンが。やばいやばい、まずまず、はい。いっちゃうよ。僕点数ないよ。ブレック早押しだ。とりあえず1位。とりあえず押すんだ。
あ、待って、早すぎた。あれ、あ、当たった。おーい、これしかない、負けんだよ、これしかない。やばい、めっちゃ先走ったわ今。よっしゃ、これ圧倒的勝利。ねえ、僕点数欲しい。差しすせそ出ました。え、差しすせそ出ました。差しすせそで聞かれるのはせしかないよ、基本的に。でもしだったよ。え、じゃあせだよ。え、せだよ。せだよ。塩は塩だよ。せだ。塩は塩だよ。そうだ、せうゆだ。え、せが塩だ。あ、せうゆや。うそ。ということで、雑学をアキリアンということで。以上、Y。僕、点数欲しい。あれ押してなくね。じゃあもう、じゃあ、早押し6人の知識力勝負する。ああ、いいよ。え、A じゃなくて。A。あ、もう、早押しな。A ない、A ない。1人だからってこと？じゃあ、正解ポイント1位でも10。1人。そう、正解ポイント1位でも10。もう、知ってるか知ってないかの。ああ、なるほどね。早押し力でブルックが負けてただけかもしれないから。そうか、そうだ、ね、確かに。そう。じゃあ、常識ない人、単純に知ってるかどうかクイズすればいい。常識ない人はあぶり出されちゃうやつじゃん。常識ない人があぶり出されるやつ。じゃあ、最後まで問題読んでいいのか。そう、最後までゆっくり問題読んで、じっくり回答。それでいこう。なるほどね。それどうで、ミスるとマイナス10点なので、気をつけて。やば。もう早押し、いい感じ。ミスっても減らないことにするか。いや、それ、甘すぎ。え、でも終わらなくて。それでも確かに。まあ。どっち100いったら終わる。じゃあ最初に10回正解した人が勝ちってことになるんで、ね、そう、10個知識持ってる人が勝ち。そういうゲームです。でもさ、一応ボタン押さなかったらミスっても10点減らないでしょ。減らない、減らない。押さなきゃいけないってわけじゃないでしょ。だから5等ペナルティーなしでしょ。5等ペナルティーは今もうなしでしょ。だから間違ってもいいんで、とりあえず答えればいいんで。あ、そうなの。答えればいい。それはそれでちょっと面白くねえな。いや、いいんじゃない。差し世界。じゃあ5人でしょ。それはヒントだと、そしたらポイント持てるじゃん、僕。確かにポイント持てる。6人答えれるようにしよう。あ、ごめん、5等マイナスはつける。いや、なしでいいよ。どんどん答え放題。じゃあもう答え放題、全員選手。早押し要素ゼロじゃん。早押し。みんなで答えてもらってみんな。みんなでクイズ。みんなでクイズ。みんなでクイズ。ミンクイ、ミンクイ。はい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 。はい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 。はい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 、これ全部読んでいいんでしょ。はい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 。あー、待って、押しまったんだ。おーい、人いるじゃん。なんだよ、ダメじゃん。なんだこれ、出た、なんか聞いたことあるぞ。あ、なんだっけ、なんだっけ。これはね、ちょっと待って、これわかんないな。これあれだけど、タイトルがわかんないよ。いけるか。あー、ブルック行きません。シャクも行きません。あー、そう、結局変わんねえじゃん。確かに。うん。え？何これ？え？毎月10日はこれだって。まあでも、いいんだよね、一応。これしかないんじゃない？多分。これだよね。これだよね。はい。え、わかんないんだけど。あれ？給食といえば。給食といえば。何やと思った？確かにあった。給食俺食べたことないから。もう一丁。ああ。まあ、これだろうな。あ、これ知ってる。え？これさ、みんな並んでさ、同時に答えたらどうなんだろう、これ。ああ。ホーリーウッドってこと？そうだよ。うん。ホーリーウッド。ええ？ああ。格式ある。はい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 。分かった分かった。これね。これね。うん。I know。ああ。はいはい。給食系多い。ああ。ね、なんかこれそういう意味だったんだ。ああ、これ？普通にただのランチだった。俺も。うんうん、うん、あー、えスクリュードライバーってなんだっけ。これはわかる、これはなんで、なんだかんな。はい、スクリュードライバー、スクリュードライバーはあれあれを入れるやつ。あー、やった。はあ、どっかのオレンジジュースですね。石ころ帽子。おーね。あ、で、これ押し間違えてんだ。ブーって聞こえたぞ。すみません。アルベルト。アルミ、アルベルトです。違います。早いです。私早いです。速さは意味ない今回。これか。そう、人民のって言ったらもうあの人しかいないよ。ケネディじゃなかった。もうゲティスバーグだぜ。シンプルに知識ないじゃないの。え、誰だっけこの人。誰だっけ。誰だっけ。待って、下の名前が分からん。ああ、そうだ。全然。
下の名前な。待って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 、こっから。そうだ。ってなれた。ヒデヨシヒサって言った。ヒサじゃないんだよ。ヒデかよ。ヒサじゃないんだよ。いやー、こんなあーなんだっけこれ。わかんない。コナンで出てきたよ。マジ？そうなんだ。おすげえ。なんだわかんの？長野っつったらこれしかなくね？でも。これが知らないもん。あ、松山じゃねえ。松本だな。長野。これしか知らない。松山は愛媛だね。そうだ。あ、びっくりした。アップねー。あぶねー。なんだっけ、なんだっけこれ。あれ、なんか違ったんだけど。あ、これか。違うわ。違うって。4分の1。あっあっあっ、これか。これか、これか。思ったよ。ストレンジ。うんうんうん。え、知らんわ。なんだそれ。何？ライバルマッチ。あ。あ、違かった。違うんだよ。なんだよ。まあ、ベイビーダマだね。ラーサー無理だけど。あ、え？あれだよな。何これ。さあ、俺次で勝てるじゃん、もう。あれ。まあ、何？ああ。やばい、中村。やばい。じゃあ、このまま。やばい。シンプルに10点、10点取っちゃうよ。やめろ。やめろとかできないんだよね、これ。うわぁ、もう、無理じゃん。あぁ、ありがとうございました。おい、まったく。大きな古時計で言ったからね、俺も。おい。おい。おい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 、こんなんでいいのか？やっぱブレック20点だけど。ちょっと間違ってんだよね。マジ？イェーイ、点数ゲット。よかったね。よかったよかった。よかったな。平和に終わった。優しい世界だ。ないと点数入らない世界だったね。うわぁ。キリアンが資格として入ってきたけど、勝ててよかったわ、とりあえず。くそぉ、なんかしょうもない結果に終わってしまった。絶対リベンジするかな。またね。またやろう。おう。武器鍛えといてちょっと。武器鍛えるの？鍛えるご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。